トニー・ビンはアイルランド生まれの競走馬である。イタリア調教馬として、モルベド以来27年ぶりに凱旋門賞を制した。引退後は日本で種牡馬として活躍した。現役時代は1985年にイタリアでデビューし、27戦15勝。3歳時はダービーイタリアーノ4着、イタリア大賞3着、ジョッキークラブ大賞2着と善戦。4歳になるとミラノ大賞10、ジョッキークラブ大賞を勝ち、ヨーロッパ下半期最高峰の GI 凱旋門賞で2着と健闘する。5歳時ではミラノ大賞10を連覇し、凱旋門賞も制覇。この活躍が評価されて、ジャパンカップに招待されるが、最後の直線で骨折したため5着に惜敗し、このレースを最後に引退した。引退後、日本の八代大グループが購入し、日本で種牡馬生活を送ることになる。1994年日本リーディングサイヤーを獲得。数多くの活躍馬を出したが、2000年3月10日に急性心不全のために死亡した。このため2001年産がラストクロップとなり、最終年は種付け期間中の死亡であったため、中央競馬に登録されたのは、わずか4頭であった。3区は、東京競馬場との相性が良く、3区獲得 GI のほとんどが、東京競馬場での勝利である。3区は、東京競馬場で行われる芝の GI レースを完全制覇している。2009年7月1日に、ジュラナスリングが引退したことによりすべての3区が、中央競馬より姿を消した。3区の種牡馬成績は、ジャングルポケットや1勝ながら種牡馬入りした、ミラクルアドマイアが GI 馬を出しており、孫世代のカンパニー、当選ジョーダンが種牡馬入りをしている。桜千歳を、ウイニングチケットノースフライトレディパステルジャングルポケット、テレグノシス3区の特徴及び、傾向として、差し、追い込みといった戦法を得意とする馬が多いことが挙げられる。突出したスピードこそないが、後方から確実に伸び続けるロングスパートを得意としている。ゴール前の直線が長いコースに強く、東京競馬場や2001年以降の新潟競馬場との相性は良い。特に東京競馬場では圧倒的とも言える成績を残しており、3区の G1 勝ち星の合計13勝のうち11勝は東京競馬場で挙げたものである。その反面やや不器用な面があり、コーナーワークや瞬時の加速などは若干不得手で、そのため中山競馬場や福島競馬場など小回りで直線が短いコースにおける実績はとりわけ目立ったものではない。ダートは無難にこなす程度で本質的には芝向き。芝であれば重馬場でもさほど力は落ちない。頑健な馬体と成長力を併せ持ち、中には小馬になってからも衰えない息の長い活躍を見せる3区もいる。母の父としての代表3区 GI、J プニージャギーバのみ、記載初代オーナーのルチアーノがウッチ、ルチアーノ・ゴックスイは、かつて中田秀俊が所属したイタリアのプロサッカークラブ AC ペルージャの元会長としても知られている。ありがとうございます。